さて倉敷で一休みした後、一の東を目指しました。折り返しも新快速が遅れているので、三通高橋行きが出発できません。最後に真っ黄色見送りしちゃ、かったんだけどね。番数は後継入りしたのは、新快速の始発駅がからすられると思ったのも理由の一つです。疲れてたんだよね。しょうがねえな。だけど、岡山着くから大阪までの距離感わからないから、図鑑読み切れず、ギリギリになってしまったのだな。この後も余計なことするから、大変だったよな。さて今更ですが、今回は東京から新大阪まで、新幹線でワープして、そこからひたすら、鈍行で広島を目指す旅でした。目的は真っ黄色のやつだな。それもそうですが、他もいろいろ見たかったものあります。いろいろ見れたようだけど、でも鈍行ずっと乗ってると疲れるな。そうは言っても乗り換えなしで、広島から岡山まで、一本で行けるの楽なのね。でも、3月からその運用なくなるらしいよ。そいつは残念だな。帰りは新大阪からワープして、東京に帰る予定だけどまた、鉄ちゃんも下がられましたね。困ったやつだな。でも関東門からすると、関西の鉄道、そんなに乗る期間があるわけでないので、いろいろ乗りたいのです。自由席は余裕で座れたし、快適だったようだな。半数の分もかけての京都駅、ラッシュはきつかったけど、まんまってよかったですね。東京駅の最終のぞみの乗り換え、時間かなり際どいのに、そんな意味わかんないことするやついねえよ多分。